この壇の上にですね、一段上がってきてくださいませんか。はい、じゃあ私を見てください。はい。エルさんは少し日本語できますか。はい。日本語でいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。お母様には川口さんが英語でね、通訳しておられますので、大丈夫だと思います。普通は13項制約いたしますけども、8つにまとめたものをですね、今日いたしますので、私が読み上げますので、それを聞いた上で、使うのであれば、はいと大きな声でですね、返事をしてくださるなと思います。寺田達子さんと、正確にですね、ロック・チャラブ・エル・フランシスコさんであります。この2人に向けて、バプテスマ制約を行いたいと思います。セブンス・アドベンチスト教会教団が出されているこの教会指針、これ世界中ですね、同じものを使っております。これを元にしてですね、いたします。1、あなたは父なる神御子イエス・キリストおよび聖霊なる神が三位一体の永遠である神であることを信じますか。はい。2番、あなたはカルバリにおけるイエス・キリストの死をあなたの罪をあがなう犠牲として受け入れ、神の恵みによりその流された血を信じる信仰によってあなたが罪とその刑罰から救われることを信じますか。はい。3、あなたは聖書が神の霊感による御言葉であって、それがクリスチャンの信仰と行為の唯一の基準であることを信じますか。はい。4、あなたは主の第7日を主の安息日、また創造の記念日として聖別し守りなさいという第4条を含む神の個人性の写しである実戒をキリストの力によって守る決心がありますか。はい。5番、あなたは教会が神によって建てられた組織であることを信じ、10分の1と諸献金、また個人的な献身と良い感化力によって教会の働きを支える決心がありますか。はい。6番、あなたは自分の体が聖霊の宮であることを信じ、また自分の体に有害なもの、すなわちアルコール性飲料やすべて清くない食べ物やタバコや麻薬類などを用いることを避けて、自分の健康を保つことによって神をあがめ、自分の体を生贄として捧げることを望みますか。はい。7番、あなたはセブンス・デイ・アドベンチスト教会が教える聖書の基礎的原則をよく理解して、神の恵みにより神の御旨を行い、また主イエスが模範として示された雫のバプテスマをあなたの公の信仰の表明として受けることを望みますか。はい。8番、あなたはセブンス・アドベンチスト教会が聖書の預言の残りの教会であることを信じ、三天使のメッセージの福音を人々に述べ伝える世界教会の教会員となることを望みますか。はい。この二人はですね、この13の制約を8つにまとめたものに対してはっきりとはいと答えました。皆様聞こえました。はい。じゃあ後ろに向いてくださいませんか。寺田達子さんですね、こちらのが寺田達子さん、そしてエルさん、ロック・チェラブ・エル・フランシスコさんであります。この二人は、私とですね、一緒に聖書の学びをやってきました。そして13の制約に対して
一つ一つですね、丁寧に学びをして、それ全てに対して納得され、受け入れ、理解してですね、はいと答えてくださいました。礼拝が終わりましたら、あのバプテスマ式 を受けるわけでありますけれども、その前提で皆様にお聞きいたします。セブンス・アドベンチスト大阪センター教会の皆様は、この2人をご自分の信仰の仲間として受け入れることを望まれますか。はいという方はですね、手を挙げてくださいませんか。はい、いいえという方は手を挙げてくださいませんか。いらっしゃいませんね。はい、はい、じゃあ拍手を持ってこの2人をですね、歓迎したいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ説教が終わりまして、礼拝が終わりましたらですね、あのバプテスマ僧でバプテスマ式を行いますので、またよろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ席に戻ってくださいませんか。今朝の説教は東センター教会の主任牧師リュウ・ジョンヒョン先生によりまして、義のしもべとして生きるという題でメッセージが用意されております。その前に特別の賛美は、安息日学校安いクラスの皆さんによって用意されております。よろしくお願いいたします。Thank you.
素晴らしい賛美歌ありがとうございます。本日は本当に大阪センター教会にとっても、そして、天においても、この 地においても素晴らしい恵まれたおめでたい日であります。寺田達子さんとロック・チャラブ・エル・フランシスコさん、この二人のバプテスマが行われる日であります。バプテスマというものは生まれ変わる式であります。古い自分と永遠に分かれて、イエス様と共に生まれ変わる、新しく生まれる式であります。ここに大阪センターニュースの雑誌がありますけども、ここにですね、皆様2人の証が書かれていますので、ぜひ読んでいただければなと思います。まあ、今日はバプテスマ式もありますので、それにちなんでですね、あの御言葉をまた開いて、共に恵みを預かる時間と思っていきたいと思います。今日選ばれた聖句はローマ書、ローマ人への手紙の6章15節から18節の御言葉であります。今日はですね、スクリーンに御言葉を出しませんので、写しませんので、皆様持っておられる 聖書を持ってください。このなかなかですね、このスクリーンとか慣れてしまうと、なかなかご自分の聖書を開かない習慣になってしまいますので、私は今日わざとですね、御言葉を写さないようにしております。皆様の聖書をですね、持って開いてください。まずローマ書6章15節から18節、まあ、司会さんに読んでもらいましたけども、もう一回ですね、読んでみたいと思います。はい、どうぞ。それではどうなのか、律法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって、私たちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。あなた方は知らないのか、あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべとなり、あるいは義に至る従順のしもべとなるのである。しかし神は感謝すべきかな、あなた方は罪のしもべであったが、伝えられた教えの基準に心から服従して、罪から解放され、義のしもべとなった。アーメン。このパウロが書いたこの御言葉を読みますと、本当に嬉しくなります。すごい言葉で書かれてるんです。ただスラスラ読んでしまうと、どういう意味なのかわからないことがありますけども、このパロが書いたですね、一つ一つの言葉には力があるんです。私たちは律法のもとにいました。これは過去形です。律法のもとにいたということは、律法が私たちの 主人であったということです。律法の主人は厳しいです。私たちを容赦しません。許してはくれません。冷たいです。そして褒めてくれません。いくら正しいことをやったとしても、それは当たり前のことであって、たまに間違ってしまうとですね、かなり責められます。パウロはこの言葉を書くときに、自分がイエス様に出会う前の状態を考えたと思います。パウロ自身はパリサイ人でありました。フィリピの3章で読みますと、私には律法の義については落ち度がないとまで彼は言ったほどです。すごいですよね。どれぐらい立派な、どれぐらいですね、完璧な完全なクリスチャン生活をすれば、パウロのような言葉が言えるでしょうか。律法の義については落ち度がない。
私だってこの言葉言えません。もう失敗だらけの、間違いだらけのですね、ものであります。しかしパウロがいくらこの律法のもとに行って律法を満足させようというその完全な自分が思っての完璧な生活を送ったとしても、律法はですね、はい、それで良い、それであなたは合格だ、それであなたは救われるというです、全然そういう話をしてくれないわけです。この何年か前もですね、こういう話をしたかもしれませんけども、私が大阪センターに来てですね、まあ、2001年に来ましたけども、まあ、その当時は日本の免許証を持っていませんでした。韓国の免許証ではですね、日本で運転ができなかったんです。でもその次の年からはですね、韓国の免許証を持っていれば、日本の免許証へ切り替えたんですよね。切り替えができる制度が変わったんです。でも2001年の当時はですね、韓国の免許証は全くですね、意味がなく、もう一度最初から日本の免許証をですね、筆記試験からですね、日本語で、実地全部しないといけなかったんです。まあ、牧師でありますから、まあ、車の免許証がないとですね、これ、牧会に大変でありますから、それで、免許証を取るようにしました。まあ、筆記試験はですね、一発で合格したんです。問題はその後なんですよね。車を運転してですね、実際にコースを走るわけであります。でも、何度やってもですね、落ちるんです。何度やってもですね、グリーンのサインが出ないんですよ。何が問題だったんでしょうか。運転に関しては私はプロフェッショナルでした。なぜかというと3年間軍隊で運転手として鍛えられたからです。どんなに難しい山道でも、どんなに狭い道でもですね、私は失敗することなくその道をですね、走れるような腕を持っていたんです。自信がありました。しかし6回も落ちるんです。なかなかですね、私に合格サインを送ってくれないわけです。まあ仕方なくですね、6回落ちた後に私はですね、教習所の人にお金を払って教えてもらいました。なぜ私が運転、ね、一生懸命完璧にやるのになぜ合格できないのか、そういう話をしましたらですね、その人はですね、あなたの運転には問題がありません、あなたの運転のスキルやテクニックには問題がありません、あなたの車を運ぶ時の態度に姿勢に問題がありますと言われました。運転というものはとにかく安全運転でしょ。この乗り物をですね、安全に運ぶことが求められるということです。自分だけ完璧に運転をするからといって合格できるものではないと言われたんです。それで最初から教えてくれるんですよ。車を乗る前にですね、タイヤを蹴りながらですね、一周回るんです。車を乗る前にですね、また安全確認して車を乗るんです。踏切を渡るときは窓を開けて頭をですね、外に出してですね、安全確認するんですよ。いつも安全確認、安全確認。まあそういうように教えられた通りにですね、やりましたら7回目で合格しました。救いは何かという考えます。人間が決めた基準でしょうか、あるいは神様が決められた基準でしょうか。救いはどのようにして私たちは手にすることができるでしょうか。どのようにしたら我々は救われますか。人間的に私たちは完璧な、倫理的にも道徳的にも完璧な人かもしれない。
人に迷惑かけない、嘘ついたことがない、人のものを盗まない、正直で真面目で。でもそれだけでは救われないんです。神様が求める基準があるんです。神様が決めておられる基準があるんです。それは何かというと、主イエスキリストです。主イエスキリストを信じる者、イエス様の十字架で流された血潮を信じる者、それが我々が救われる神様が提示された基準です。パウロはなかなかそれが分かりませんでした。律法の下で彼は頑張ったんです。いくら頑張ってもですね、合格のサインが足されないんです。恵みに生きることが分からなかったんです。恵みという言葉を理解できませんでした。パウロはダマスコ途上でイエス様に出会ってから初めて恵みという言葉に出会います。その後パウロは語る言葉や思う考えや全てが変わられていきました。ピリポの 3-7 節に、私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。今まで自分が大切だと思っていたものがですね、もうふんどのように思い始めたんです。そしてパウロはイエス様に出会ったその経験から自らですね、しもべとなりました。主のしもべになることを決めたんです。自らです。ですからパウロのこの手紙を読んでみますと、進んでという言葉が多いんですよ。進んで、つまり自らという意味なんですよ。誰から強要されたことではありません。誰から背中を押されたのではないんです。自分が選んで進んで、私は主のしもべとなる、その道を選んだんです。今日バプテスマを受けられます二人もですね、そうだと思います。誰かに背中を押されたのではなくて、自分で選んだんです。進んで義のしもべとなるように、キリストのしもべとなる決心をされました。今神様の言葉を聞いている皆様のうちに、バプテスマを受けたいのに受けれない、あるいは受けたいのに何かのことで決心ができない方いらっしゃいますか。今日二人の麗しい決心によってバプテスマを受けられるわけですけれども、もし迷っておられる方、なかなかですね、バプテスマを受けたいのになかなかその決心ができない方はですね、本当に聖霊様のこの働きにまた耳を傾けてほしいと思います。聖霊様のささやくあの言葉にですね、皆様の心を開いてほしいです。そして進んでバプテスマを受ける決心をなされたらいいと思います。出エジプト記の21章5節の言葉にはですね、次のような言葉があります。皆様聖書を持っておられますか。出エジプト記の21章5節、奴隷に関する規定が書かれています。ヘブライ人においてはいろんな規定がありましたけども、と本当に素晴らしい規定って何かというと、7年目になりますとみんな解放させるんですよ。解放されるんです。ヨベルの年50年になりますと全て解放されます。
奴隷であったとしてももう奴隷からは解放される、その制度がありました。21章5節、奴隷がもし私は私の主人と私の妻と子供を愛します、私は自由の身となって去ることを好みませんと明言するならば、その主人は彼を神のもとに連れて行き、と、あるいは柱のところに連れて行って、主人は霧で彼の耳を差し通さなければならない、そうすれば彼はいつまでもこれに使えるであろう。この場合はですね、異例な時場合ですよ、まあ、特例ですね。奴隷というものはいつ自分はこの奴隷の身分から解放されるんだろうと望みます。その日を待ちますよ。自ら進んで奴隷になる人はあまりいません。なぜ、奴隷は苦しいです、辛いんですよ。自分の意思など意思決定ができません。物のような扱いを受けるわけです。しかしたまにこのような人がいるんですよね。奴隷であるんですよ。そして斜めになりました。斜めになってですね、解放されるんです。しかしこの奴隷はどう申し立てますか。私はご主人様、私はあなたを愛します、あなたがくださった私の妻も愛しますし、この妻から妻の間で生まれたこの子供も私は愛します、だから私はあなたの家からもう出ることを好みません、あなたの家にとどまりたいです、永遠にとどまりたいです、そのようにですね、願い出る、そのような望んでいる奴隷に関してはどうします。あ、そうですか、そしたら契約を結びましょうって。どのような契約ですか。その人をまず神の前に、神のもとに連れて行くんです。他の聖書では神ではなくて祭司と書いてあるところもあります。祭司のところに連れて行くんです。そうしましたらどうします。と、あるいは柱のところに連れて行って、霧で、主人は霧で、ね、鋭いものでですね、耳に穴を開けるんですよ。耳を穴を開けてイヤリングしてあげます。それが済みましたら、その奴隷は主人の家に長くとどまることができます。進んで彼は奴隷となります。ですからイヤリングしている人いますけども、これは聖書から見れば何です、私はあなたの奴隷ですという印なんですよ。私は誰かの奴隷となりましたという印なんですよ。まあ、こういう話をしますとですね、あのイヤリングしている人はですね、あ、そうですかとね、イヤリングを外すんですね。あ、そういう意味だったんですか、ね、かっこいいと思ってイヤリングしましたけども、あ、奴隷という印なんですねって言ってですね、外すんですよ。まあ、時間になりましたので3つ話をします。義のしもべとして生きるというテーマでありますから、義のしもべとして生きる生き方3つ。1つ目はローマ書6章中5節にありましたように、恵みに生きることです。恵みです。多くの方々がですね、働きだと思ってしまいます。働き、教会来ても働き、特に役員さんはどうですか、働きと思ってしまいます。でも恵みなんですよ。働けることは恵みなんです。ここで希望の賛美歌264番ですね、望みも消え行くまでにという賛美を一節ですね、まず私が歌いますので、その次同じ一節を皆さんでまた繰り返して歌ってみたいと思います。はい、ま
まず私が歌いますね。望みも消えゆくまでに、世の晴らしに悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安きを経、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。じゃあみんなで歌いましょう。望みも消えゆくまでに、世の晴らしに悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安きを経、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。アメン。恵みです。我々は恵みに生きるんです。これが主のしもべですね。義のしもべは恵みというものを理解するものです。2番目は従順に生きるです。従順という言葉は素直に生きるということを場にですね、書き換えるのではないかと思います。この世に罪が入った原因というものは不従順でした。不従順でした。イスラエル人が40年間アラノでこの不従順によって滅びたんですよ。ヨシュアとカレブ以外は第一世代の人々はみんなアラノで死んだんです。なぜ？神様に対する不従順でした。素直に生きること、これが神様が我々にですね求められるものであります。ヘブル 3-13節14節、あなた方の中に罪の惑わしに陥って心を固くなりするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのであるということがあるんです。従順ですね。心固くなりならないようにと書いてあるんですよ。信仰生活10年20年やってるのにまだ心が固くなりになっている人がいるんです。神様の言葉さえもその人の心を砕けることができないとするならば、どうやってその人の心が砕かれますか。どうやったら、どうやったら私たちは柔らかい心を持って神に従順に従うことができるでしょうか。聖霊様が皆様の心を残して、皆様の心を砕けることができなければ、一体誰の力によって私たちは自分の心を砕けることができるでしょうか。方法はありません。神の言葉を聞いて私たちはですね、自分の心を固くなりするのではなく、自分のこと心を柔らかくしてですね、素直になって神の言葉に屈服して服従して生きることをですね、我々は選ばないといけないわけです。3つ目、感謝に生きることです。ロマの6章17節、しかし神は感謝すべきかなと書いてあるんですよ。感謝の反対語は何か分かります？感謝の反対語、感謝しないことでしょう。
不満、不平ですよね。感謝できない人間というものはいつもつぶやくんです。もういろんなものを見つけるわけですよ。教会の中でもなんでこうなんだ、なんでそうなんだって、なんでその人がここにいるんだ、つぶやくんです。不満不平だらけなんですよ。そのような人はですね、顔がですね、あんまり笑顔がないんです。笑顔がないんですよ。その笑顔のない人を見て誰が教会に行きたいと思うでしょうか。証になれないんですよね。いつも感謝する人はどうでしょうか。笑顔ですよね。ハッピーです。感謝です。ピリピ書の4章6節、何事も思い忘れてはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよいと書いてあるんです。感謝しましょうね。どんなことがあってもですね、感謝しましょう。三つ申し上げました。義のしもべに生きる道、三つ覚えましたか。一つ目は何でしょうか。一つ目、何に生きるですか。恵みに生きる。二つ目は従順に生きる。三つ目は感謝に生きる。これを皆様ぜひですね、覚えてください。そして皆様の実生活に適応して生きてください。そうすればクリスチャン生活は苦しむ者になることは決してありません。本当の本物のクリスチャンになります。そして神様を喜ぶようになります。瞑想の言葉をですね、持ってこの時間を終わりにしたいと思います。皆様の手法にですね、手法に瞑想の言葉書かれています。それを見ながらみんなで読んでみたいと思います。はい、どうぞ。バプテスマにおいて我々は用いられるべき器として自らを主に捧げるのである。バプテスマは最も厳粛な世俗の放棄である。告白によって自己は罪に対して死ぬ。水が志願者を覆い全宇宙の見守る中で相互の誓いがなされる。父と子と聖霊の名によって人は水の墓に横たわり、バプテスマによってキリストと共に葬られ、神に対して忠実な新しい命に生きるために自らよみがえる。アメン。